人造比較の靴人造比較は比較に似せて作られた人工素材。模造品の比較という意味合いを込めて別名でフェイクレザーとも呼ばれる。安価な素材であり普及価格帯の商品に利用される。人造比較に対し本来の比較を天然比較、本革という合成比較、人工比較は別物であるが一般的に混同されておりともに俗称として 合皮と呼ばれる。動物の犠牲を避ける菜食主義者向けのビーガンレザーとして需要が高まっている一方、近年では余剰となった本革が廃棄され、問題となっている。合成比較と人工比較に分けられる。合成比較は天然の布地を機材とし、合成樹脂を塗布したものである。塗布剤にはポリ塩化ビニルやポリウレタンが、眼心剤にはポリウレタンがよく使われる。 また、表面加工により、スウェードと銀面に分けられる。人造比較に対する特徴は次の通り。人造比較は、1850年代頃から、登場した。初期の人造比較でよく知られたものはファブリコイドで、当初は、ファブリコイド社が、1910年からは、ファブリコイド社を買収したデューポンが製造した。天然の布地に、多層のニトロセルロースを塗布したもので、 自動車のシートや屋根などに使われた。第二次世界大戦後は、ノーガハイドなどの PVC を布する合成比較が主流になった。しかしまだ通気性がなく、衣類や靴には使えなかった。1963年、デュポンは通気性の高いコリファムの靴を発売した。翌年のニューヨーク万博などで大がかりな広告キャンペーンを展開したが、大きく普及はしなかった。 人工比較が登場したのはその後のことである。日本の人工比較は1964年にクラレがクラリーノとして販売を開始し、1970年にトーレがエクセーヌを販売開始した。日本ではアサヒ火星繊維、クラレ、低人工ドレ、トーレの4社が人工比較を製造、販売している。人工比較には本川のように艶のある、 銀面タイプと希望したスウェードタイプがあり、代表的な商品では、クラレの、クラリーノと低人コードレの、コードレは、銀面タイプ、アサヒカ製繊維の、ラムース、クラレの、アマレッタとトーレの、エクセーヌは、スウェードタイプを主力にしている。スウェードタイプは、自動車用内装材として多く用いられ、トーレのエクセーヌ、アサヒカ製繊維のラムース等がある。ありがとうございます。